皆さんこんにちは。スタジオのアナウンサーの木村です。今回はですね、こちらのツアーボックスというデバイスを紹介します。まあ、こちらのデバイスって何なのかっていうとですね、まあ、写真編集、動画編集、それからイラストレーション制作、音楽編集、まあ、クリエイティブなアプリケーションを使って作業するという時に、主にまあダイヤル操作だったりとかショートカットキー、それからマクロっていうオートメーションショートカット、まあ、効率化を図るためのデバイスという感じでございます。今回その写真編集で使ってみてっていうレビューをまあしようかなと思うんですけど、まあ、こう機会があって提供いただいたんで、せっかくの機会でなんでっていうということで、まあ、レビューをしようかなっていう感じなんですけど、このツアーボックス、この左手デバイスを使うことの、まあ、最大のメリットって何かなっていうのを考えた時に、そもそもあれなんでキーボードとマウス使ってんだっけ私たちっていうことが挙げられるんじゃないかなっていうふうに思います。こう今ライトローム開いててこうやって操作して、じゃあちょっとこの、写真の、まあ、コントラスト上げたい、コントラスト上げてちょ、まあ、もうやっぱり上げすぎたから戻してみたいな、こういう操作があると思うんですけど、これまあ、ほとんど編集作業の主な部分っていうのはこのスライダーを動かすっていうことだと思うんですよ。でこのスライダーを動かすっていう時に、トラックパッドとかマウスって基本的に選択するっていう操作にまず特化してると思うんで、はっきり言ってこれ疲れるんですよね。でメモリも動かしにくいし、もうこういうの僕めんどくさくて、もうこういう感じなんですよ、やるとしたら。まあ、僕は写真編集そんなにたくさんやんなかったんですよ、今までね。撮影はするんだけど、編集はどっちかっていうと嫌いでした。でどうやってたかっていうと、今まで、例えばじゃあこの暗い写真があったっつったら、もうね、現像ページ行かないんですよね、僕は。めんどくさすぎて、これみたいな、一段ずつ上げるみたいな、これは一括編集でやってたりしたんですけど、なんでかっていうと、やっぱり辛かったんですよね、思い返せば。だからこれが例えばツアーボックスを使うと、これで選べるんですよ。これで選んで、例えばじゃ あのエクスポージャー上げるっつったら、こうこのこんな感じですごい楽なんですよね。でなんかもう基本がこう、まあ、ざっくり上げて、あとこう詳細を詰めていくときにこんな感じで見れるっていう。そもそもマウスとキーボードの UI っていうのは、細かい調整をするための UI としてはそもそもそういう風に作られてないわけじゃないですか。例えばキーボードっていうのは文章を打つためのものですよね。もともとだからタイプライターのがそのまま来てるわけで、じゃあマウスとトラックパッドも、これはまあアップルが作ったと思うんですけど、まあもちろん画像編集とかにも汎用的に使えるんだけど、このノブ操作、スライダーのノブ操作はやっぱり最適化ではないんですよね。そもそもの汎用性ザクみたいな感じなんで、水中では使えないわけなんですよ。ドムじゃないですか、水中だと。宇宙ではだからザクは強いんだけど、あとはまあ汎用的に砂漠とかでもいいんだけど、でもそれクリエイティブワークってなると、例えばじゃあ水中とか砂漠なんで、ドムとかそっちなわけなんですよね。っていうので、この相当するデバイスがやっぱりこう必然的に今世の中に現れてくるのは、まあ必然かなっていうところなんですよね。なのでメリットを整理すると、そもそもキーボードとマウスっていうのはクリエイティブワークですね、写真編集、動画編集、画像編集のそのデバイスとしてそもそも違うで、違うから疲れるし、スピードが遅くなるし、やらない細かい1メモリずつのダイヤル編集とかをしないってことは、クオリティ詰めていけないっていうことなんで、最終的にまあもちろんスピードに関しても疲れにくいとか、スピードに関しても要するにトライアンドエラーたくさん、その数に関わってくるんで、トライアンドエラーを試行錯誤できる、例えばスピードが倍だったら倍の試行錯誤できるわけなんですよね。で全然クオリティに直結するぐらいの違いが生まれるんじゃないかっていうのが、まあ歴史の必然かなっていうのは、思いました。はい、まあメリットに関してはそんな感じです。というわけでですね、今Mac の方で、まあ、ライトルームが開いていて、まあ、じゃあこのツアーボックスを使って画像編集したらどんな感じでできるのかっていうのを、ご説明しようかなと思います。はい、まずですね、これ Bluetooth 接続なんですよね。で単三電池2個で動くんですけど、まあ、接続とかはねすごい簡単だった。で、まあ、一番のその使い始めるネックっていうのが、こうキーがこれ14個あって、でしかもプリセットに一緒に押したりするとできることがいっぱいあって、何パターンも組めるんで、ショートカット作り込めばものすごく便利になるんですけど、その最初ってむずそうだなみたいなのがあると思うんですけど、それがですね全く、大丈夫なんです。僕はマニュアルも見てないし、何の解説も見てないし、その状態でライトルームにいきなりこれ使い始めたんですけど、もう実務で使い始めたんですけど、パソコンの方で同期するのにコンソールのソフトウェアがあるんですよね。これですね、ツアーボックスコンソールで、結構バージョンももう 5.2.6 みたいな感じで新しくなってるんですけど、
ここに集約されてる。でこれ全部僕は自分で考えたやつじゃなくて、そもそものプリセットがこんな感じで、フォトショー、ライトルーム、プレミア、キャプチャーワン、まあファイナルカット、ダヴィンチですねってあって、だからこれ全部最初から対応してますよって感じなんですよ。何のカスタマイズもしなくても、そもそも最初のなんか割り当てられている状態ですと。まあ、ここにこれもちろん日本語にもできるんですけど、僕は英語で見てるんですけど、まあ組み合わせのショートカットもいっぱいつけられるんだけど、慣れるまではまず基本のでいってみましょうかみたいな感じで、まあ使い始めてます。で今ライトルームにいるじゃないですか。ライトルームにいます。こう写真を選択して、まあこうやって編集していくことができますっていう感じなんですけど、これじゃあダヴィンチ始めました。でここに見えます、今こう右上にこうダヴィンチに今切り替わりましたっていうのが出てですね、こんな感じで、まあショートカットもあのダヴィンチリゾルブのプリセットのショートカットにこう勝手に移動するっていうのがあるんですよね。で戻るとほらライトルームクラシックに戻りましたって感じで、何もしなくてもアクティブなウィンドウを変えるだけでこうやって行ったり来たりできるんですよ。でそれで最近のこのアップデートでこのメニューが追加されたんですよね。でこれってここのダイヤルでこうやって選んでで編集できるっていうことなんですよ。ツアーメニューっていうのがこの新しいコンソールでオンになってるんです。でツアーメニューっていうのはさっきから出てこれなんですよね。でこれはその要するに、あ本当はこっちに行かないとこのショートカット見えないのがここになんか出してくれるっていう機能がツアーメニューっていうのが追加されたんですけど、これのおかげでその僕はその一切何もマニュアルも見ずに、すぐに編集を始めることができてるんですけど、最初ってショートカットを覚えるの大変だと思うんですけど、これあればチートシートがここに現れるんで、これ見ながら操作するという、まあ、初心者向けの機能が追加されたっていうふうに考えていいんじゃないかなということです。はい。でもちろんこのツアーメニューをオフにして、もともとそのこのツアーボックス使ってた方は多分知ってるんですけど、こう選んでから の調整っていうのもできるっていう。でこれ邪魔ったら消したりもできる、また表示させた時は表示させたりもできるし、移動できるし、ちょっと編集していきましょうか。まず一個つ、まあ、さっきからちょっと見てたと思うんですけど、ちょっとこう編集していくあれで行ってみましょう。まずベーシックなところで、そうですね。ハイライトですね。まあデフォルトのプリセットの説明しますと、矢印の上ボタンですね。これが普通の基本のやつで、これがカラーホイールで、これがキャリブレーショントランスフォーム、あこれトランスフォームとかのメニューかで、下押すと、これがシャープネスとか、だからなんかこうライトルームのそのレタッチのだるいところって、このフェーダーをこうやって上から下まですげえ行くのめんどくさいじゃないですか。すぐノイズリダクションとか使いたいのに、ノイズのところに行くのがめんどくさいんですよね。でそれ全部僕はトラックパッドやってたんで、すげえ指筋肉痛になってもう痛えみたいな、100枚とかやるじゃないですか、やるときって。多分ねライトルームに関しては1個も、右手多分つかなくて、これだけでいいっていう感じなんです。それで、キャリブレーションはいいから、ディテールエフェクトとかノイズリダクション絶対使うと思うんだけど、なんかこっちのメニューの方がこっちのメニューよりやりやすくねみたいな、ことはすごい思います。だからもうむしろここに置いちゃってもいいかもしれない。これもまああんまり直すとこないから、これとかちょっと直してみますか。このデフォルトのプリセットのツアーメニューじゃないところで、こうヒューをいじれるやつがあるんですよね。でヒューをいじれるやつが、まあ、ヒューシャツエーションとヒューとヒューシャツエーションとヒュールミナンスがで、これとかちょっとスキントーン直したいなで、別にティントで直してもいいと思うんですけど、ちょっとなんかグリーンがかぶってる感じするんで、ティントでなんかちょっとうまく直らんかったと。そしたらじゃあヒュー行きましょうと。でヒュー行くのもこっちでやると
ヒューすげえ下だから、どこだっけヒュー、これか HSL カラー、大変じゃないですか。だからこれにして、これにするじゃないですか、これにして、レッドじゃなくて、オレンジですよね。これをちょっとこう少し赤の方に、これもグリーンが被ってきゃするんで、ちょっと血色よくすげえ微妙だけど、ちょっと血色よくしたりっていうのはできるってことですよね。まあこんな感じで編集をしていくことができるって感じですね。はい、これもちょっとティントを直して、こう結構1メモリ違うって結構違うのを、やっぱりこう1メモリずついけるっていうのが、あの最も違うとこですよね。こう一個っつ見れるっていう、ちょっとこのシャツと唇の赤を、強調してみたり、こっちと違うけど、もうちょいブルーを、もうちょいあれしたら、まあこん、まあこんな感じで、なんだろう、片手でっていう感じで、片手でできるっていう感じです。まあやっぱりあのコントラストとかを詳細に決めていけるっていうのが一番のあのいいとこなんじゃないかなっていう、っていう感じで、こんな感じで、編集が、できました、ビフォーアフター、あ ビフォーアフター、まあ良くなった気、まあちょっとあのハイライト押さえたビフォーアフター、まあ戻したと、まあちょっとこれとこれが、もうちょっと詰めてもいいと思いますけども、はい、ビフォーアフターですね、まあこの辺はいいんだけど、これとかはあの色が変なになっちゃってたのを戻したと、あのホワイトバランスミスってたのを戻したと、まあ、雰囲気はあるんですけど、まあ、ナチュラルに、まあ、ございます。これもうちょっと、もうちょっと明るくてももしかしたらこれとかもいいかもしれない。これとかもギリギリまでちょっと上げてもいいかもしれない。っていう感じでですね、あのやりやすいし早くできるから、しかも1メモリ細かくこう詰めていけるっていうところで、今までいない世界が結構自分的には開けてるなっていうふうに思います。あの現像全くしないから、やる、それから、やってしまうみたいな、あのそれはやっぱり UI が使いやすいっていうところがあの全然そこで、でこのデバイスですね、あのちなみにあのサイズ感はすごくちっちゃいです。すごくちっちゃいっていうか、手のひらにすっぽり収まるサイズが、マウスとはっきり言ってそんなに多分変わんないと思います。であの例えばじゃあ MacBook Pro せっかく僕が使ってるんで、こう外でカフェでブルーボトルコーヒーに行って、あの店で開かすような感じであの作業したいっていう時ですね、これをこのままあのカメラバッグ のここ、カメラバッグというか、これカメラバッグを日常バッグとして使ってて、あのモバイルバッテリーとかケーブルとか、あのこれここに入るんですよ。まあマウスを持ち歩くっていう 人はこれそんなにあのスイッチ切ってね、スイッチ切ってあのこう入れてこのまま持ち運べるっていう、モバイル性に関してもすごいあるんじゃないかなって思ったのと、あとまああんまりこの結構僕が好きなのが、まあ質感ももちろんこれはね、これ多分アルミにあのカバーがあの多分ねこれアルミでできてる気がする。ちょっとでここのこういう曲線の美しさはあるんじゃない、すごいあのいいなって思います。でそれからまあさっきからあの音がカチカチ鳴ってたんで気づいた方もおられると思うんですけど、
こうタピックエンジンですよね、アップルでいうところの。これが1メモリなんですよ、マジで。あの動画編集ソフトでいくとこれが1フレームなんですよ。あ、これ1秒か。これ1フレームなんですよね、これがね。だからこのクリック感っていうのがあるのがすごいで、振動するんですよね、これ。タピックエンジンなんですよ、本当に。なので、そのだいぶ質感としてはすごい、あの自然物みたいな感じもちょっとするな、この曲線。ここも全部曲線で、ここはこうなんか曲線だし、なんかちょっとあのなんていうの、前衛オブジェクト前衛アートオブジェクト、前衛的アートオブジェクト、彫刻作品みたいな風にも、まあ、ちょっと思えるぐらいっていう感じでございました。新しくこの出た、デバイスってことですので、キャンペーンの方も、ね、やってるそうですので、概要欄の方も、覗いてみてください。はい。こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで、動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。